財布のチェックしてみよう。イエーイ。お、綺麗にしてるわ。やっぱ、あ、やっぱ松田さんって感じ。金入ってる。お、入ってるぞ。今あ、そうですね。恋の辛さが食いたくて。ネギネギしちゃうよ。つまらなかったら、ここだけモザイクかけておいて。ゲッパだけはすごく、ゲッパだけ。ゲッパに。はい、よろしくお願いします。お疲れ様です。私が小林和夫だ。知ってます、誰もが。ちょっともうレッサーの匂い、ちょっとここなんかあれだな、獣の匂いですよ、獣の。ワンちゃん、やっぱするから、はい、今日は、はい、企画が財布のチェックしてみよう。イエーイ。しかも給料日1週間前ですからね、ちょうど。マジじゃん。だって8日で、1週間後に給料日なんで。あ、いいタイミングじゃん。もういいじゃん、もうみんなゼロ円じゃないじゃん。え、わかる、そういう人もいるかもしれないよね。何十円しかないとかあるかもしれない。まあ、ガタガタ言ったんで、早く仕事の何の権限だって、また叩かれそうだよ。仕事用これ、あ、財布仕事用、プライベートは持ってきてない。プライベート持ってきてない。あ、持ってきてないな。T シャツなんてもいいですか。なんか、いいですか。はい、お、なんか、なんか、こう見て、なんかカードとかも、はい、エロカード出てくんちゃう。まあ、ちゃんとこれ、セコムと、これはあ、ガソリンカードね、会社カードとセコムカード、はい、いい、開けて。あ、そうです。お、綺麗にしてるわ。やっぱ、あ、やっぱ松田さんって感じ。松田さんって感じじゃない。なんか、あ、まあ、カード出してくる。はい、ちょっとビビって、これ、犯罪じゃない。あ、ちゃんと資格証持ち歩いてんの。資格証は現場でやっぱ、大きいマンションとかは玉掛けの資格出してくれる、うん、あ、で、これ、モノレール、はい、あ、そう、スイカですね。なんか、もう関東の時でやっぱ電車のことがちょこちょこあったんで。あ、それで持つんだ、やっぱ。お、なんか出てきたぞ、これ。お、音お危ないか。おたたた、おたたた、おっとっと、危ない危ないか。危ないか。はい、ドン。215円、7番パイロット。パイロットマーカー仕事用だな。めちゃくちゃ会社の領収だ。ちょうどおしっこしてるわ、レッサーが。レッサーがちょうどおしっこしてるわ。レッサーも燃えてねえよ。何、どういうの持ってるじゃん。パドクルプレスアネックスなんですよ。高いでしょ。もう7年ぐらい前から。今日5000円出して、4000円。4000円4000円と、ジャイセン。はい。で、普段クイックペイとか電子系らしいんで。電子系だからお金を持ち歩かないみたいですね。あ、そうかそうか。はい、じゃあ確かに、はい、もうこれちょっとかっこいい黒回しだな、これ。はい、黒回し、これが TikToker の財布ですよ。はい、本当にやる前からこれ TikToker です、これが。これがアカウントはちょ、この辺で撮る。はい、この辺で撮る。おでこにアカウントがある。俺の眉毛はアカウントがある。やばい、本当に違和感が、違和感がありすぎて。今やったばっかり、昨日マジでやった、マジに。そうなんすか。でもめっちゃ綺麗じゃないですか、形とか。よし、じゃあトシ君まずこれからいこうか。はい、いい。あ、はい、いいの。え、普段もこの財布持ち歩いてるんですか。手出し通じで普段も。やば、タスも持っておいても久々見た。本当だ、もうないでしょあれ。タスもこれ使って、じゃあモザイクかけてほしいけど、これ作ってくれたの、うん、うちの母ちゃん。そうですよ。のりこさんに作ってもらった。そうそう、俺も母ちゃんに作ってもらった。まあ、ジムやっとったから立ち上げ当初だよね。そう、そうです。その時にちょっと作ったみんなはほとんど年も当てる人間も、あの、作った方がいいんだね、あんたら簡単でとか言って。確かに、やっぱもう現金持ってないの、やっぱみんな持ってないんですね。3000円。はい、これちょっとこの向きが曲がっても気になるな、これ A 型出てますね。A 型じゃなくて、なんか財布に嫌われるって言われた。あ、お金に。へぇ、これまあ、あんま見ようね、水道料金と。なんか面白いもんねえよ、何もない人としようとかさ。タスポぐらいの方が面白い。久しぶりに、久しぶりに見たからね。捕まえるでしょ、これ確実に。これはでもカードケース、ね、ちょっと興味ある。18とか6とかそれぐらい。まあでも長年使えると思ったらいいですよね。そうですね。まあこれなんかカード、まあ、あ、インナーメックス持っとんね、銀行キャッシュカードとか。保険証ね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、はい、ここに貼っといて。俺のじゃあ分厚い眉毛を書いといて。TikTok もちっちゃいちっちゃい、それはちっちゃい。ちっちゃいちっちゃい。あ、お前も同じやん。黒マーク。で、うん、僕ですもんね。最初黒マークは。その後最近リュウジがそれ。一回りちっちゃいね。金入ってる。お、入ってるぞ、まんまで。おお。仕事に2万円持ってきてる。違いますよ、わけが違う、さっき違う、全然見られて怒らない。違うこと言ってた、さっきは。え、普段だって持ち歩いてないって言ってたじゃん、前の動画で。だったっけ。あのね、これ椅子から取られると思って家だったこと。
違うよ違うよ取られるかーいってだったらもう10万ぐらいちゃんと入れてるそうだなあんまり入ってる。お、これ2万3000お、面白い領収でできました。奥さんに見られるか。古すぎて消えちゃったよ男の店はい2万3000あ、また部長かなんか資格証とかまあ、すごい入ってるこれすごいすごいこれすごい何歳の時これいやマジでやばいもうチャラチャラなチャラチャラギャルローって感じ、うん、たまらげとかねいやもう違うもうリュウジさんじゃないもうチャラすぎてあれだいぶ前だろお前それは1年ぐらい前わだいぶ違うもう人が違うもんこれとこれでクリスマスないよお前お前持っとんのみんな持っとんねあれそれいいの映しちゃダメだよ今全部映しちゃダメだよ帰るここしかもこれ入れたら帰る帰る帰るっすそのカードいいんですかいいんですか一応アメックスって一応ステータスみたいなねそんな感じはいリュージの財布とはいこれいいねサイズいいですこれ売ってよマジではい売ってよ10万で売ってよでもいいっすよマジでいくらい買ったこれでも安いっすよこれ僕買っただから、ああ、とか。とと。だからいいですよって言ったんだ。はい、たけちゃん。はい。最近問題はどうですか。問題。問題から入るですね。ああ、もう読み解けます。また。なんで。いや、まず些細なことです。そう、まあまあ、そういう、それが家庭ってやつだから。些細、それが幸せです。嫁のインスタ。まあ、休憩時間に見てて、うん、ミスドが食べたいって書いてあったんですよ、うん、ミスタードーナツ、うん、ミスドが食べたいのかとかって思ってて、うん、今日仕事終わったらミスド買いに行こうって言おうあ、買ってったろうってミスド買いに行くもんで、ね、試着しといてっつったら、うん、えいいよみたいなはお前食いたいっつっとったよおうおうおうこっちわざわざ見て、あ、じゃあ今日買いに行ったろうと思って、うん、言い出してるのにお前が食いたいって言ってたから俺わざわざそんだけ逆にそれが原因ですか昼間は食べたかったけど夜になって食べたくないってあるじゃんで理由聞いたんですよ、うん、今私ダイエット中なので食べないあーなるほどだから分かるその女の人の気持ちも分かる分かる食べたいけどダイエットだから我慢しないといけないから食べたいっていう入ってるのかもしれない食べないから食べたいそう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 わかるじゃん。たけさんも優しさで言ってくれてるからあれなんですけど。いやだけどそれだってないとしてるから。じゃあ書くなよ。じゃだけど。食べたいっていうのはそういうことじゃん。それを俺に優しさだから優しさの腰振りやん。な。えそれで喧嘩になったんですか。えそこからヒートアップしてたんですか。もういいよじゃあもう二度とかそういうの書くなっつって。はいじゃあ最後チェック。はい。アルマーニ。お。俺アルマーニ大好き。これさ。5、6年前です。もういいんじゃない？すごい。1円も入ってねえな。え、千円札さん。さすがない。1000円もねえんかでも。この会社なの。は？毎日1日いくらやろな。一応そのまとめてポッて言われる。あ、給料日に何月に何円みたいな感じってことです。うわ気になるなこれな。コッペパン買っとるね。コッペパン。しかも2個買っとる。コッペパン1万ですよ。ダブルピまで、ダブルピまで書いてある。コッペパン2個買っとるやつなかなかいないよ。レッサーもびっくりみたいな。わあ、なに、コンビニだな。まあ朝の朝飯だな。そうか。お前ねどうやって生活しとるのこれね。いやもう小遣い今日もらいに行くっす。こいつの小遣い見ました。今265円265円小遣い今日の小遣い今日の小遣いはいじゃあ健太郎同じ小遣い制になった小遣い制もうしょっちゅう飲みに行っておるだな聞いておるおおなんか珍しい俺一緒だこれとこいつお前何かわねんかねお前面白くねえ映えるもん何もねえんかよさ、この写真がもうちょっと髪の毛を整えていったらお前ボサボサ近くにいるからあ、もう収束はねえなねえな、ちょっとドカーンですな
はい、いいか、大丈夫、はい、ちょっとやべえちゃったチャイムチェックしてたらやーべえちゃった抜いとるかもしれないいいの誰もできないだろお前これまたいいやつ持ってこう15万円するだろ皆さん、おっ、まあまあ入っとるぞ、いいの出していい全部、そんな入ってないです、あ、入ってないです、一番もうこれでもランキング上位だけど、はい、まだ入っとる、さすが入っとるもんです、一枚しか入ってないでしょ、みんな給料日前でギリギリだなこれでもあるわ、下ろしてないですもん、ね、もう給料日前でしょ、1週間あ、全然ほんとあんま使ってないんですよ、使ってないあんま最近キャバクラ行ってないカメラマン、カオジマブリいや、スナックは行ったっすけど、うわー、これ絶対利用したいって、もうこいつ事故った絶対事故ったよ、いや、でもそれ事故のやつ、えあ事故のやつっす、ニオ機嫌悪くなるぞ、お前こうやって呼んでたのか最後にするべきだったな、これ昭和食堂、日付も言ったらば2月26日なんでお前こんなやつ持っとんだってこういうとこだ、芝はんな、だらしないのな、あトリプル A トリプル A 湯県、あ、これ違うんです、あ、ボード、ボードの店です、ボード行ったんで、あ、びっくりした、トリプル A トリプル A、1万4000円3万2000円ちょっと待ってくださいサンシャイン、あ恋のから騒ぎ、風俗店風俗店ネキネキしちゃうよ名前のセンスうざうざうざ、いやいや、違う違う、ホルモン屋最強ホルモン、港でガソリン、こいつ絶対なんかあるなだってちょっとやべえみたいな感じめちゃめちゃチェックしよう、1万円七輪焼き肉、まあ、肉好きやな全部肉よキャーンあー違います、もうこれはまずいでしょ、もうもうまずい、桃尻蒸しマジ名前すごいね、桃尻蒸しすごい名前、桃屋さん、ここは居酒屋、あそこも居酒屋だ、そうです、それスナックですね、ルージュ、ここあー、出たお前が女の、いいのかなちゃん出ました、何にさ、ちゃん呼んで、ドキュースです、あめっちゃ昔からのドキュースです、だけどお前、ちょっと役どいってやつだろ、いや、くどいっすね社長が知らんおっぱ大きいなぁって感じでつまんなぁこいつ、お疲れ様です、お疲れ様です、お求めだよ、何すかショーまんま面白かったけど、もうこれつまらんかったらもう全部カットで、ショーのやつでエンディングだけ考えてカントさんだけなしみたいな、エンディングだけここだけモザイクかけといて、マジであ、でもちょっとこれちょっとこれでも可愛い、めっちゃいい、おめ嫁のお下がり、お下がり、嫁のお下がり、嫁のお下がり、違う違う、嫁のお下がりだろ、このエビさんのは、いやでも男の人持ってる人は持ってるのに、あれそうなの、お揃いで買った、見ていい、全然いいっすよ、何にもないっすよ、なんもねえだろお前、いや本当になんもないっすよ、こっち10名よ、こいつ自分会社に10名のやつばっかや小銭はまあまあある、1000円以上ある、100円玉が5枚ぐらいちょっともし、もう、ね、視聴者の皆さん、今、モザイクかかってると思うんで、あれですね、一応、カンタ君ですね。モザイクかかってます、もうかかってます、もうかかってます、もうかかってます、最後なのに。今、塗り替え道場では、足場材、買い取りと、資材、はい、買い取りやってます。はい、ぜひ足場材の応援、来てください。それと、今、実習生、日程ちょっと出すけど、今実習生ビジネスがうちちょっと頑張ってやってて、七色パートナーズ、まあ、会社作って、会社じゃないな、組合作って、そこでやってるんで、そっちの方がね、ちょっとオンラインセミナーって、どういうことやってんのって、ちっちゃい会社、3人、5人、12名の会社さんで、実習生使ってみたいけど、なかなか分かんないっていうのオンライン無料セミナーを、ちょっとこれから月に数回やろうかって言ってますんで、まあ、多分これに日付で撮ると思うんで、概要欄にちょっと貼ってみてください。で、動画でちょっと実習生こうだよとかもやっていこうと思ってるけど、あとオンラインセミナー、そこの、まあ、社長っていうか、俺が、なんか理事か、総理事長か、
理事長。理事長で、その時は理事、副理事長がなんか理事みたいな感じです。わかんないけど、ニックネームボス。うん、まあ、ここはモザイク。思考で喋ってるけど。目だけだそこ。目だけだ、ね。目だけだ。口だけでいいよ。口だけでいいよ。口だけ。ピヤーのことだよ。口と。そんなことできない。鉄板だけだそこ。鉄板だけ。鉄板だけ。目だと分かっちゃうから、ね、目だと分かっちゃう。口だけ出しようか。口でも分かりますね。僕って分かるじゃないですか。分かる。 あと足場のチャンネルもね、ぜひどん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 やってますんで、週1今上げとるんで、ぜひチャンネル登録も、うん、よろしくお願いします。ほんでね、足場の本当にチャンネルはもうあれだもんな、収益もみんなで、まあ、伸び台とかに変えてるんで、はい、ぜひあの再生見たって、ね、ちょっと全部お金入るやとか運営で、ね、やる気にもなるので、ぜひそっちもやってください。せーの、もうさっき手だけ出しちゃって。手だけ出しちゃって声無音にするから、編集がこれ追加料理出してるかもしれない。もう声もボイスチェンジされてる。